はい、おはようございます。今日は5月6日金曜日ですね。4時30分なんですけども、相場解説をちょっと振り返ってみようかと思います。ずっとねトライアングルのことをお話ししていまして、その後横ばいに入りました。横ばいに入るということはブレイクが来るんだよってことで、ブレイクをして、そこに昨日ね深夜3時に気づいて、1時間でこれだけの幅を取って、その後テクニカルに戻るということでね、テクニカルの方向に、要するにバイの方向に戻っていくんだよってことを話したところで終わっていたと思います。で、これ大きく見るとね、ここが天井になって、ここがきっかけ、要するに上昇がキューッと伸びたところのスタートラインになってますんで、ここで線を引くことができるんですよね。じゃあここで線引いてみましょうか。そうするとここに符号しますね。で、あとここは符号してるところはありませんけども、こういうふうに引くと大きなここでレンジを作ることができるということが、この図から導き出せるといいんですけどもね。皆さんの補助線はどうだったですかね。で、そうなってくると、このレンジで測れるのが、ここに来たらバイ、ここに来たらセルっていうね、いつものレンジの作戦です。そうなったら、大きくファンダメンタルで下がったんですけども、そこから上昇に向かうっていうのは、二重三重の意味で担保されてきたわけなんですが、まさにそういう風になったわけですよね。はい。そして、こちらの、レンジのところも、おそらくこれから足がかりとなって、ここを突き破るんではなくって、上昇方面に向かっていくんではなかろうかっていうふうな今後の展開も見えてくるわけです。その時にレンジ戦略を取るなら、このぐらいの幅のところにね、入ってきたらセルっていう方向も一つなんですよ。あれ。セルの方向っていうのも一つなんですよ。でも私は、他の時間軸がずっとね、バイの方向に向かってるのを考えると、突き抜けて上の方に行くんではないかなと。つまり131円、135円。そっちの方向に、円安の方向に大きく触れると、今後展開を予測します。重ねて申し上げますけども、今年中に135円を見ることができるというふうに、これは大きな根拠は今のところありませんけども、まあ、月足などを見ると、そういうふうに触れていくってことを、ぼんやりと考えているところですよね。その背景をもってして、1時間を見ているってことなんですよ。はい。ということで、解説でスッキリしたんじゃないでしょうか。こういう風な部分が見えていると、前回までの相場解説、今週の相場解説がはっきりと見えやすくなると思いますんでね。また1週間一気にまとめで、ご確認いただければと思います。では本日は以上でございます。じゃあね、今後はレンジの下跳ね返って下に行くのか、それともさらに突き破って131円をクリアするのか見ていきましょう。おはようございます。5月2日になりました。6時32分の相場解説になります。まあ今日はですね、月足から順番に見ていって、まあ冷静に全体的な相場感を振り返ってみようかと思います。まあゆっくり見ていきましょう。こちらからです。まず月足なんですけども、ここだけ見ると、ここだけね、急激に上昇しますよね。まあ上髭が出てるのが気になるところですけども、まあ右肩上がりと言っていいんじゃないかなと思います。こちらの限界点はもう超えてますんで、さらなる上昇が予想できます。まあ円安の130円とか135円の方向ってことですよね。まあ今年中に135円は一回タッチするんじゃないかなと思いますけども、まあ根拠はほとんどありません。なんかそんな感じがするなみたいなね、緩やかな感です。ずーっとね、この辺りで推移したんですよね、でもね、この辺りで。ね。こうやって。だからここまでは随分と、まあ言ってみれば平和な値動きだったわけですよ。こういうところは。それがね、一気に超えちゃったのが、この2ヶ月ですからね。だから紛争とか戦争がいかに一方的に相場を押し上げるのかってこと、もしくは押し下げるのかってことがわかる一末だったんではないかなと思います。多分ね、思い出して、見てもちょっとせんないことなんですけども、ここもなんかあったと思うんですよ。ちょっと私記憶ないですけどもね。こことかもね。こことかも。まあ振り返ってみると、いろいろと検証できるんではなかろうかと思います。じゃあ週足の方ですね。週足ももう見るまでもないんですけども、2ヶ月連続で急上昇。だから8本から9本、この陽線が続いてると思います。まあ陽線が3本続くと上昇トレンドが形成されるっていうふうなことをね、フォーメーションでやりましたけども、テクニカルで。ここですよね。まさにこういう風になったわけですよ。はい。じゃあ、日足の方を見ていきましょうか。
右肩上がり一辺倒だったんですけども、日足も同じですね。日足もね、ずーっとレンジを保っていきながら、一旦、この辺りでブレイクをすると、N 字を書きながら上昇するっていうのは、続くのかなと思いますよね。で、さらなる N 字を書こうとしてるのがここではなかろうかと思います。ですんで、135円か。こちらの方を私は見ているってことになります。じゃあ、4時間の方です。右肩上がりですね。はい。一旦、下降線を引くようなレンジになったんですけども、やっぱり、ここを突き抜けて上昇した瞬間に大きく上に出ました。そこで反発して下の方に行ったんですけども、同じ水準、ここが力点になってますので、これから跳ね返って上昇して N を新しく書くんではなかろうかと思っております。これが今週の展望ですよね。じゃあ1時間を軽くお話して終わっていこうかと思います。どんどん下がってるでしょ。下がっていますけども、おそらくですね、この水準で跳ね返っていくんではなかろうかと思うわけですよ。まあ、もちろん今跳ね返りつつあるのかもしれませんけども、もう一回ぐらいね、下げを作って、でここをぶち破るように上昇していくんではなかろうかと思いますね。うん。まあ、だからこれが今日中に起きるのかどうか分かりませんけども、まあこの連休中に見えるんじゃないかなと思います。まあ祝日もありますけども、FX の世界ではちょっとね、別の曜日感覚で動いてますんで、その辺冷静に見極めながらエントリーする人、それから検証と振り返りに使う人、こう重ね重ねやっていきましょう。まあどっちにしても今週ゆっくり見ていきましょう。これは急激な値動きってのはちょっと今のところ考えられませんからね。今までがちょっと急激すぎたんで、うん。はい、じゃあそのことですかね。まあ月足から順番にこうやって見ていくと、まあ値上がりっていうかね、円安になるだろうということはわかると思います。じゃあ以上です。こんにちは。5月3日の相場解説になります。時間がね、3時なんでね、深夜の3時、ちょっとおかしな時間ですけども、まあこれがね、朝6時でも3時間のタイムラグですから、そんなに変わりますね。はい、まあ1日足から見ていきましょう。今ご覧いただいている1日足なんですけども、まあ何度もお話したように、こちらのレンジを抜けてね、ブレイクしたところから N 字を書いて、一つの展開、新しい展開に入って、もう一回 N 字を書いて、さらに今 N 字を書こうとしているところだというふうに、見受けられます。でこの伸びがですね、だんだんちっちゃくなってるでしょ。うん、そこは注意しないといけないんですよ。要するに、まあ、この日足に書いちゃうとあれですけども、収束していくってことになります。どんなトレンドも。でまたレンジみたいなのを書いていくんですよね。まあ、もしくはレンジがすごくその期間が短くって、まあ、下の方に今度はね、調整されていく、もしくは下落していくっていう風な変わり目が起きたり、さらに上昇の新しい運気を作ったりとかしますね。まあ運気って言っちゃいましたけど、運じゃないんですけどもね。はい、流れを作ったりします。で4時間の方を見ていきます。はい、4時間の方を見ていくと分かるところが一つですね。こちらの山を、下ってですね、ちょっとランダムウォークだよって言ったところがありましたけども、まあここを突き抜けて上昇したわけですよ。で下落したんですけども、結局ここに当たってそっから上に戻っていくっていうところは今までと同じ動きですよね。で次にですね、ここをいつ超えるかなってことを見ていかなくちゃいけないときに、すごく面白いことが見えると思うんですよ。それはここのレンジが見えてきたってことなんですよ。でこのレンジ、ただのレンジじゃなくって、1時間を見れば分かると思いますけども、どんどんね、収束していくレンジなんですよね。よろしいですか。1時間見てみますよ。はい、どうでしょうか。まずは最初はね、こちらとこちらに線を引いて、一番上の点と一番下の点が右で取れると思うんですけども、今度跳ね返ったところってどうですかね。ここになってきてますよね。でここになってきてますよね。で跳ね返ってっていうところでございます。だんだん上下のボラティリティっていうのがちっちゃくなってるのがわかると思うんですよ。まあ、こんな形でございます。大きく見るとレンジではあるんですよ。こっからここの間のレンジではあるんですけども、でもだん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 そのレンジのね、幅がね、こうちっちゃくなってきてると言いますか、うん、こういう特徴が見て取れるんで、
これをペナントっていうわけですよね。ペナント、うん、こういう風なね、旅行に昔のね、昭和の人だったら旅行先に行ったらこうやってペナントってのをね、買ってきて部屋に飾ったりお土産にしたりしたと思いますけども、まあこういうふうな三角形を描いていって、で最終的にはどちらかにブレイクするって形なんですよ。で私はこれを上の方にブレイクして、この力点を超えてくるんじゃないかなと思います。で、結局ちょっと冷やしに戻りますけどもね、結局はブレイクした後こっちの方に抜けていくって見てるんですよね。で円安はさらに進んで130円から135円の方向に向かうんではなかろうかというふうに、予測をここで統一しました。まあでも135円に行くのは、じゃあ今週とか今月ですかってことじゃなくって、まあ今年中のどっかで135円には達するだろうなぐらいの、今までの120円突破とか125円にタッチするみたいな、そんな急速の動きではなくってね。で、こっからは、まあ、新しいファンダメンタルズが入ったらまた違いますけども、テクニカル的に言うと、まあ、135円の方向に向かいながら、ギザギザと行くんではなかろうかと考えてます。まあ、今日の解説は以上ですね。まあですね、エントリーポイントはまだ見つからないんですけども、トライアングルを作りながら収束していってるところで、今後狙うのはブレイクしてバイの方向に行く。その瞬間を狙いましょうってことですよね。はい、それがいつになるのか、今日の時点ではわかりません。ですんで、エントリーがね、まだ考えられる状態ではないので、今のところこのレンジとかね、それから、ペナント、これをしっかりと見ていきましょうってことでございます。本日は以上です。おはようございます。今日は5月4日です。朝5時の相場解説になりますけども、その前にちょっと昨日をね、振り返ってみたいと思います。3日の夕方19時です。やっぱりね、収束してこのような形になりました。トライアングルできてますよね。これがペナントになります。で、こっからですね、今5時の時間帯を見てみますと、こういう風になってます。さらに解説するなら、こういう風に収束したものが、今は、この形、レンジに入ったわけですよね。ですんで、お話した通り、このレンジオプションからの、まあ、レンジオプションって言ってもね、このレンジの中で、バイセルで取るってことはちょっと難しいと思いますけども、ここのブレイク狙いになりますんで、今、移動平均線見ていただいてもわかると思いますけども、横一線になってるでしょ。これが、私はこっちにブレイクするときを待っているんですよね。もう気持ちはバイの方に入るようにもうなってますんで。まあブレイクっていうのは下の方に行く可能性もあるんですよ。まあけど他の時間軸を見たり、今までの例から私はね、まあこちらバイの方に9割ぐらい傾くんじゃないかなと思ってます。まあですんでそこを狙って、このボックスを出たあたりからエントリーして135円の方を目指すためにポジション取りをしていこうかと思いますけどね。まあ今日お話するのはそんなとこでございます。他は特にありません。なんかありますかね。ない。はい、じゃあ以上です。ありがとうございました。おはようございます。今日はですね、ちょっとした深夜のニュースからお届けしたいと思います。私ね、1時半ぐらいに、起きてですね、チャートの方をたまたま見ていたんですね。で、今、現在、5月5日の5時19分でございます。まあですんで、大体そうですね、3時間ぐらい前からチャートを見ていたっていうことなんですけども、深夜3時にこんなニュースが入ってきたんですよ。FRB の22年ぶりの利上げですよね。0.5% という非常にわずかな利上げですけども、量的引き締めもということで、あ、これはドル円相場動くなと思ったんですよ。いや、思っただけなんですよね。ただ、利上げをするとね、じゃあ、ドル円が倍の方向に動くっていうふうに確証もありませんし、セルの方に動くっていうこともわからないです。ただ私申し上げましたよね。ブレイクということでね。レンジはブレイクになるんですよ。で、ずっとレンジが横一線になってきました。ね。そこで私は 90% 以上の確率で倍の方向に動くだろうなと思いましたけども、でもね、10% 以下の確率でセルの方向に行く可能性もまあ否定できないなということで見てきたわけなんですけども、今回ブレイクした方向がそうなんですよ。セルの方向に動いたんですよ。でもたまたまね、見ていたおかげで私このセルに間に合ってるんですよね。いいですか、トライアングルがこういう風な形になってね、収束していったってことと、あと横ばいになったわけでしょ。横ばいにこのチャートが
こういう風になっていってブレイクした方向についていくって昨日申し上げたじゃないですか。ほとんどの確率で私は上昇すると思ってたんですけども、今回は下に行きましたので、たまたま見ていた私はここでセルに入ることができたわけですよね。これが朝4時の状態です。先ほどは3時にニュースが入ったってことなんですよ。先ほど3時のニュースを受けて見ていたら4時ぐらいにセルの方向に大きく動き始めましたんで、上髭も込みでね、自信を持ってセルの方に入りました。で、この幅が取れてるわけなんですよね。深夜に1円近く取れましたよ、ね、しかもこれ追撃で新しいロットを積んでいきましたんで、またね、数十万規模の利益になってるわけですよ。じゃあ今現在5時の時間軸を見てみますね。はい、5時の時間軸ですけども、まあここで落ち着いてですね、今度はトレンドの方向に戻りつつあるんではないかなと思います。で、結局はトレンドの方向に行きます。瞬間的にはブレイクが反対の方向に行ってもね、もう一回トライアングル書きますけども、こうなって横ばいでブレイクしてセルの方向に向かいました。で、ここで数十万規模のお小遣いをもらいながら止まったんでね、改めてこれはこっちの方向に向かう、まずはこのレンジの方向に戻って、その後改めてトレンドの方向、バイの方に向かうというふうに私は今後の予想を立てております。まあ深夜のねお小遣いもらえたのと同時にプラスやっぱりバイの方向に、ポジションを組み直すってことでございます。いやだからね、深夜に見てるとね、特にこのレンジね、レンジってのは貼り付ける人が勝ちなんですよ。よく FX でチャートに貼り付いてますっていう人がいますけども、何に対して貼り付くのかっていうのは、このレンジが始まった時に貼り付いてブレイクした瞬間にそっちに入るってことなんですよね。で、これ今朝起きた人っていうのはこのチャンスに巡り合えないでしょ。このどのチャンスかっていうと、この大きな陰線のチャンスですよ。このチャンスに巡り合えないでしょ。で、私はずっとこのレンジが起きた時に見ていたから、この大きなチャンスに巡り合えて数十万だからね、ワンロットから始まってツーロット、スリーロットってどんどん積んでいって、まあ40万前後この一晩で1時間で取ってるわけなんですよ。でこれがあるからやめられないですよね。じゃあ1時間で40万稼げるとしたら十分徹夜する意味もあるでしょ。でもそれが今日起きるのか明日起きるのかわからないってところがポイントなんですよ。だから深夜でも起きてられる時間の自由さ、タフさっていうのが有利なんですよね。これがだから朝出勤がある人だと深夜起きてチャートを見るなんてできないじゃないですか。だからこの辺は完全に専業になってからできることですから、まだ FX の勉強中で、 FX をサブでやってる方ね、副収入としてやってらっしゃる方はこういうふうな大きなボーナスにはなかなか巡り合いませんから、まずは毎月の5万10万を安定的に稼ぐところから始めていきましょうっていう話になります。じゃあ今回は以上です。ありがとうございました。おはようございます。速稼塾の久保でございます。まあ、今私はね、基本的に24時間どこでもトレードができるような時間と生活の余裕を持っているんですよね。プラス資金もありますので、まあ例えばね、どっかでトレードで資金をどんどん失っても追加資金を入れることによって新しいチャンスにまたチャレンジできるんですよ。でも通常なんかね、ビジネスを持たれていたり主に時間を拘束するべき生活がある方が空き時間でトレードをしようと思ったら、これはですね、深夜に起きたりとか徹夜をしたりとかね、で日中トレードに張り付いたりってことはこれ無理だと思いますので、やっぱり朝ちょっと見て昼見て夕方に決済するみたいなペースで、その中でプラス月に5万円とかね、場合によって3万とかを目指していくって形でいいと思います。だからこそテクニカルに忠実になって、で、4対6のトレードのあれですね、バランスですか、あれを守ることによってその月にプラス3万5万10万を実現していただきたいと思うんですよね。で、私が見るのも相場とか言って結構余裕を持ってねトレードをしない時期が作れるのは、深夜とか早朝でも自分のタイミングで起きて、その時に大きな値動きにくっついていってドカンと資金投入できるからなんですよね。まあ、ですので最初は基本に忠実に本当に自分のペースを作ることが大事です。それができるようになったらそこから離れて、イレギュラーが起きるようなね、例えば大物の材料が入ったっていうニュースが入った瞬間に飛び起きて画面に張り付いて2時間3時間そこで、新しいエントリーをするってことも可能になってきます。まあ、いわゆる大きなチャンスに、取り付く宝くじみたいなね状況ができるようになると思うんですよ。
これはでも生活の余裕を取り戻して、月のトレードの利益金額が安定してからですからね。で、月に50万とか100万とか200万とか目指そうと思ったら、まずは、私と同じようなトレードスタイル、昨日みたいなね、突発的なことをするよりも、朝昼晩のこのリズムを大切にして、そこでプラス3万とか5万が安定するようになったら次のフェーズを目指すみたいな感じで、徐々に今までの生活を切り離していって、新しいトレード中心の生活にしていくってことに徐々に切り替えていくと。まあそれがだから3年とか5年とか私はかけてきましたよってことなんですよね。FX を私始めた頃も、ただ学習するだけと、あとはやっぱりアフィリエイトが思うでしたからね。で、徐々に FX の力がついてきたり、実績が上がってきたんで、アフィリエイトの方を手放していって、他の業務も手放していって、FX を中心に、生活を組み立てるようになったのが、6年目の今だってことなんですよ。で、そういうふうに FX 中心になっていくからこそ、あ、今日はトレードで大きな動きがありそうだなとか、レンジがものすごいね、横ばいで続いたから、これは大きなブレイクが来るぞ、と思うような今回みたいな瞬間に、意識を向けることができたんですよね。プラス深夜の3時に、ああいった速報が流れてくる。利益の情報が流れてくるから、よし、トレードだと思って、トレードに張り付いて、バイの方に行くと思ったけども、セルの方に行ったんで、そこに、セルでエントリーということでね、はい、今回はチャンスをゲットしたってことですよね。いや、本当に大きな値動きを取れましたんで、大きな利幅を取ったわけですけども、徐々にまたね、テクニカルの方向に戻ってくると思いますので、今徐々にバイの方に動いてるでしょ、やっぱり。やっぱりバイの方に動いてるでしょ。だから129円の中頃まで来ましたんで、私の読みだとこれが130円前後までに回復して、そっからね、また131円方面に目指していくんじゃないかなと思ってます。その様子を見るために今日1日を使ってるってことなんで、1歩も2歩も3歩も進んでるわけなんですよ、私の場合はね。でも通常のまだ月の安定収入が、そうですね、10万前後を行ってない方ってのは、今トレードのその、チャートを見てるところだと思いますんで、深夜にそういうドラマがあったってことはあんまり意識せずに、将来はこういった世界に入るんだっていうふうにちょっとぼんやり思うぐらいがちょうどいいかと思います。はい、じゃあ補足の動画の方を上げさせてもらいました。じゃあ失礼します。